化け物だ。発見キッズ TV、 ここにチャンネル登録ボタンがあるわよ。絶対チャンネル登録してね。やっほー、クモくんだよ。ラッコくんだよ。みんな大好きネズミちゃんよ。今日も家族みんなで楽しく見てよね。あ、先生だ。何しているんだろう。なんかまた踊ってないかしら。先生、変なの。そうだ、いいこと思いついた。みんなで先生をびっくりさせちゃおうよ。いいわね、面白そう。みんなもグッドボタンで僕たちを応援してね。でもどうやって。私ちょっと喉乾いちゃったわ。これだ。クマくん、ちょっと待ってて。どうしたのかしら。お待たせ。ティッシュ箱と画用紙で何をするの。これで僕たちが自動販売機になるんだよ。それで先生が買いに来たところを。なるほどね。何するの？早く教えてよ。じゃあまずは空のティッシュ箱を取り出し口からハサミを入れて、この面を切っちゃおう。そうしたら裏返して、この3つの面と上の面に両面テープを貼っていくよ。できたら好きな色の画用紙を箱に合わせて貼っていこう。上の面にも画用紙をペタッと。画用紙が貼れたら箱の下にこうやって線を書いて、カッターで切り込みを入れよう。カッターは危ないから大人の人と一緒にやってね。切れたら後ろから押し出そう。今度は画用紙で飾っていくよ。ここに収まるくらいの画用紙に僕の顔を大きく描いて、ペタッと。小さな紙には好きなジュースの絵を描いて、ペタペタペタッと。仕上げにここに丸を描いて、真ん中にまっすぐ切り込みを入れるよ。少しハサミを中に入れて溝を広げたら、クマくん自動販売機の完成。そうだ、先生をもっと驚かせるための仕掛けをかけて準備 OK。 私もできたわ。僕も。これは先生の反応が楽しみだな。はあ、喉が渇きましたね。あ、来るわ。みんな位置について。はい、わかった。あ、こんなところに自動販売機が。来た。ポチッと。お買い上げありがとうございました。あれ、ハンバーガーじゃないですか。さらに喉が渇いてしまいますね。おーい、ジュースをもらえませんか。お買い上げありがとうございました。次は貝が出てきましたよ。この自動販売機どうなっているんでしょう。お買い上げありがとうございました。貝を買ったつもりはありませんよ。はあ、ここで買いましょう。今度はお願いしますよ。はい、お受け取りください。なんでしょう、これは。っておーい、なんですかこれは。ネズミちゃんなりきりセット。ジュースではなくてネズミちゃんじゃないですか。これであなたも人気アイドルに。ってえい、次です、次。まったく、どうなってるんでしょう。よーし、ジュースをください。おお、これです。かー、
いですね。ピンポン。ん？じゃんけんに勝ったらもう一本おまけだよ。お、いいですね。やりましょう。でも自動販売機がどうやって。じゃあ行くよ。最初はグー。やーって手が出てきた。ちょっと逃げないでよ。やー、化け物だ。来ないでください。びっくりした。な、君たち先生をギャフンと言わせちゃったわね。うまくできたかな。こら、うわぁ、ごめんなさい。それにしてもすごい工作でした。先生びっくりして心臓止まっちゃうかと思いましたよ。先生をびっくりさせてごめんなさい。みんなが元気ならそれでいいです。それじゃあ先生も自動販売機になっちゃいますか。先生も。みんなどうだったかな。面白かったらチャンネル登録とグッドボタンを押してね。また見てね。